ックスジャパンの YOSHIKI さんと握手したことです。あ、定期券落としました。一浪したんで、まあ大学受かったことですかね。悲しかったというとはちょっとずれるかもしれないんですけど、あの1ヶ月ロシアに留学してた時に、そこから帰るのがすごい悲しかったっていうか、大学に入ってからはバンドサークルでに入ったんですけど、最初のライブはすごい緊張しました。